ドラゴンクエストの気分だった鳥山明の異次元のイラスト集見てみないか。ちょっと見てえな。それ、今の俺の気持ちに突き刺さるんだが。まあ、いろんな意見があるんですよ。まあ、僕も本当に昭和生まれで平成の時代を生きて、で、鳥山明さんが、オンタイムでね、ジャンプでこう投稿していた時のやつを見ていたんですけど、まあ、どのくらいからかな、やっぱりこう、何でしたっけ、ペンタブみたいなのを 書くようになってから、なんかなみたいなことがあって、なかなかちょっとこういろんな批判が殺到した時期があったんですよね。けども、それをね、払拭するように。あられさんっすね。いや、すごい書き込みだな。なんかもともとバイクとか、なんかこう、機械系のやつ好きなんすよね。これがすごいよな。これだって全部筆でしょ？これ。全部筆なんだろ？これ。うわー、これ、ちょっと待って、これ画質。うわー、くそ、ちょっとガビガビだわ。この黒の鳥がワクワクしたわー。これなんだ？第二次世界大戦ドイツの。これ知らんわ。この辺から多分あれじゃない？ちょっとドラクエ9チックになってない？若干。すげえなー。これ8かな？そうだよね。このさ、大地と森がすげえよな、やっぱ。鳥山明先生。このキャラだけじゃねえ、大地と森がやっぱ鳥山って感じがしていいわ。なんなんだろうな。ああ、これはいいね。ブルマがいいわ。初期の頃のやつだな、これな。これ新しくなってから書いたのかな。いい！ちなみにドラゴンボール1巻か2巻か3巻、ブルマの乳首見れます。あ、最高最高。ブルマの乳首出てます。はい、本人が描いた乳首見れます。はい、いやー、すごいねー。このトカゲがまた憎いね。いやー、な、かっけんだ。悪役なのにかっけんだ。いやー、最高ですね。あ、これご飯バージョンもあるんですね。ね、ヘルメット脱げてんだ、これ。最後か、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。鳥山明さん、本当に、明先生ですね。明先生。これからも、できたら、ドラゴンボールスーパー、ねえ。また続き見てえな。あれ、アニメで見てえな。いや、トヨタのやつは買ってるんですけども、やっぱアニメで見て。アニメで。だってあれ、トヨタの先生が書いてるけど、鳥山明先生がちゃんと、ここはこうしな、ああしな、っつって、監修してるもんね。70ぐらいいってんのかな、もう。いってそうだな。確かに。いってそっちいってそうだわ。まだまだこれから。いや、できたらクロノトリガー2とか出してほしいんだけどな。また。今の鳥山先生で、クロノ、マール、ルッカ、カエル、プロメテウス、ね、ジャキ、エイラ、見てみたいっす。